日本フットボールリーグ第14回日本フットボールリーグ第14回日本フットボールリーグは2012年3月11日から同年11月18日にかけて行われた日本フットボールリーグのリーグ戦であるビファーレン長崎が初優勝を果たした第14回 JFL の参加クラブは以下の通りであるこのうちは ISCC と藤枝ミベックと保用を置いたが 前シーズンの全国地域、サッカーリーグ決勝大会からの昇格クラブである。また、妙火は国冊が、妙火は腰がと解消した。前年シーズン後に、FC 町田ゼルビアと松本山が FC が、J リーグディビジョン2に昇格。ジェフリザーブズが活動を停止して3チーム減となった。ため、前年からの地域リーグへの降格したクラブは、生じていない。 また、昇格クラブが一旦決定した後の2012年1月に、アルテ高崎が JFL から大会したため、最終的に前年シーズンより1チーム少ない17チームでリーグ戦を実施することとなった。色付けのチームは2012年シーズン開幕時において、第17節終了時点の1位のチームに、第92回天皇杯の出場権が与えられた。第16節時点では、 釜玉でサヌキが首位、これを首位と同勝ち点、特失点差で2位のビファーレン長崎が、首位と勝ち点1差で3位の AC 長野パルセイロが追う展開だったが、第17節でサヌキが引き分けて長崎と長野が勝利したことにより、長崎が逆転で天皇排出条件を獲得した。各試合において勝利チームに勝利チーム賞5万円を支払う。二千十一年までは、 不死の故障を前期、後期と分けていたが、2012年よりこれを廃止して、シーズン通じた故障となる。11月10日11日の第33節をもってビファーレン長崎の JFL 優勝が決定。翌日の J リーグ臨時理事会で、長崎の J リーグ入会が承認され、同年の J2.22 の FC 町田ゼルビアと入れ替えとなった。10月22日に、 佐川氏が FC の JFL からの大会及びチーム活動停止の報道が正式リリースされ成績に関わらずチーム活動が終了することとなった。当初 JFL と地域リーグとの間では JFL の17位チームと第36回全国地域サッカーリーグ決勝大会の上位2チームが自動入れ替え JFL16 位と 地域決勝3位の間で入れ替え戦を行うこととなっていたが、上日の通り JFL から1チームが脱退することとなったため、JFL からの自動降格は行わず、JFL17 位チームと地域決勝の3位チームが入れ替え戦を行うように変更された。11月10日11日の第33節をもって、栃木ウーバー FC の17位が決定し、 地域決勝3位チームとの入れ替え戦を行うこととなった。第36回全国地域サッカーリーグ決勝大会の結果、1位 SC、相模原と2位、福島ユナイテッド FC の JFL 自動昇格、3位、ノルブリッツ北海道の JFL 地域リーグ入れ替え戦出場が決定した。これを本年の成績に当てはめると以下のようになる。二千十二年の JFL 地域リーグ入れ替え戦レギュレーション変更により、JFL17 位の栃木ウーバー FC と、第36回全国地域サッカーリーグ、決勝大会3位のノルブリッツ北海道が入れ替え戦を行う。日時、会場、ルールは以下の通り。ノルブリッツ北海道 V 栃木ウーバー FC、栃木ウーバー FCV ノルブリッツ北海道1勝1敗で、 得失点差も並んだため延長戦を実施するが、スコアレスで決着がつかず、PK 戦を行った結果、勝利した、栃木ウーバー FC が JFL 残留、ノルブリッツ北海道が地域リーグ残留となった。ありがとうございます。